あら、何かあるわ。さて、どいて。よし。うひゅー。では、うにゃった。うら、危険な天候にご注意ください。高くつくわよ。私は一足先に行かせてもらうから。あら、何かあるわね。さて、邪魔よ。どいて。この程度なら俺に任せろ。特別に見せてあげる、私たちの絆。サンダーランス天候。ちょっとあんた、しっかり私を守りなさいよ。お前がとどめ刺してたくせに、よく言うよ。よし。
よし。こいつがリムちゃんの水晶を盗んだっていう猿だな。チョッパー、なんて言ってるのか聞かせてくれ。俺はその後、こいつを仕留める。まだ取ったと決まったわけじゃねえから落ち着けって。こいつなんか怯えてるな。
俺じゃない、リム怖い、ビンも海も怖いってずっとビクビクしながら言ってるぞ。すっかりトラウマになってるみたいだな。俺たちリムの水晶玉がどこにあるか探してるんだけど、お前何か知らないか？おいさおいさ、他にも犠牲者がいたのか？そいつも多分トラウマになってるぞ。私は怒っただけよ。眠ろうとすると急にうるさく騒ぎ出すんだもの。うるさいって言ったら勝手に木の上に逃げていったの。いっさ、またビクビクし始めたぞ。トラウマが蘇ったんだな。もう勝手に人を怖がらないで。それでその子だけど、今はどこにいるの？ほいさ。そうか、じゃあ次はそこに行ってみるか。待って、やっぱり何か変よ。なんだかリムが怖いと私たちに思わせようとしてるみたい。ええ、確かにそうね。そうか、よくわかんねえな。そういや、サニー号を修理してるとき砂浜をチョロチョロしてるやつを見かけたかもな。よし、じゃあサニーんとこ行くぞ。おっとっと、ほいっと、ところでおめえ、いびきをかくのか？しないわ、いびきなんて。いつもかいてんだろ。そうね、寝ると必ずしていたわ。え、嘘。暴れるぞ。あ、もうしくじった。もう少し休ませてくれてもよ。こった。
気は抜かねえ。なかなか楽しめたんじゃねえのか。力がみなぎってきた。やあリム、お前本当に良いさを瓶詰めにしたり木の上に吊るしたりしてねえのか。だから彼らが私を怖がってるのは本当だけど、私は絶対にそんなひどいことしてないわ。そうとなるとやっぱり何か裏がありそうね。あ、船本当に治ってる。お前ら遅れるんじゃねえぞ。俺の出番か。ウルトラゲリア。来い、まとめて相手だ。俺の仲間に手出すな。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットガタリング。ナミさん、これが終わったらスイーツを作るからね。ディアブルジャンブフランバージュシャット。たちなんかお呼びじゃないのよ。サンダーランステンポ。かかってこいよ。俺は負けねえからな。準備 OK だ。三刀流奥義三千世界。任せな、俺が仕留めてやる。ディアブルジャンブプルミエールアッシュ。やってやろうじゃない。サンダーランスクーポン。どうすっかな。ギアサード、ゴムゴムのギガントピストル。
パーティーテーブルキックコース。三刀流百回ハンド砲、強烈なのをお見舞いしてあげる。いや、こんな俺の蹴りを食らいたいのはどいつだ。私の予報は百発百中、決して外さないわ。俺は勇敢なる海の戦士ウソップだ。力が戻ってくるのが分かるわ。おい、いたぞ。この先だ。この子かしら。リムに怒られたのを反省して木の上で一週間お昼寝してたっていうお猿さんは。そんな穏やかなエピソードじゃなかったぞ。こいつもなんかビクビク震えてるな。もう文句言わない、命ばかりはお助けって言ってるぞ。そんなことしないってば。あなたがリムの水晶を持ち出したの。いさいさいさ、また犠牲者か。もうそんな話はいいから。その子は今どこにいるの。そいつ、デルコングの友達、コングの巣に行けば多分いる、だってさ。デルコング、もしかしてあのナミをさらったやつのことか。ん、どうしたんだナミ。やっぱりね、ヨイサーたちは私たちをリムから遠ざけようとしてるんだわ。どういうことだ。理由はわからないけど、リムは怖いやつだって思わせたいみたいね。とにかく早く水晶玉を取り戻しましょう。考えるのはそれからよ。いざ。うるせえ、俺はそんなことしねえ。いざ。リム、さっきの話もひょっとして。うん、私はヨイサーを瓶に投げ詰めてない。セイウチが目を回して浮いてきたのは本当だけど。いや、そこは本当なのかよ。こっちでいいんだよな。おう、洞窟を抜けりゃ大猿の庭だ。you
ねえ、コングのところに行くのはいいけど、また襲ってきたりしないわよね。心配すんな。今じゃあいつは俺の子分だ。あら、いつの間に。俺はあの後もあそこへ資材を取りに行ってたからな。まあ何度か会ってるうちに自然にな。じゃあほんの数日だったが、メモリアは時間の流れが違うんだろ。そうよ、向こうで数日過ごしてもこっちでは半日も経ってないわ。だったらそう思うのも当然だ。何かあるの？さて、よし。それにしてもフランキー、よくあのでけえの子分にできたな。おう、付き合ってみるや気のいい野郎さ。さて、船の修理も手伝ってくれたしな。邪魔よ。あら、よし。リム、お前の大事なもん絶対取り返してやるからな。かかってきやがる。私一人じゃ手に負えないかも。誰か手伝って。準備 OK。 サンダーランスクーポン。セカンド、ゴムゴムのジェットガタリング。レディーが待ってるっていうのに。待ってろ、マナーがなってねえよ。俺の方はいつでもいいぞ。ウルトラガリア。俺がまとめて相手してやる。三刀流奥義三千世界。俺が相手だ。だ、そこだ。
まだやるなら相手になるぞ。修行の成果が出てきたね。俺の体はさらなる強化を遂げたんだ。今週の俺はスーパー強えぞ。私を助ける理由って、おっとっと、うん、やっぱり何でもない。いたぞ、猿だ。あら、その後ろにいるコング、様子がおかしいわね。ゴル1号、くそ、俺の子分に何しやがる。もっといい名前つけてやれよ。お前がリムから水晶玉を盗んだのか。そのボスが何なのかわからねえけど、盗んだものがあるならリムに返してやれよ。そのボスってのは誰なんだよ。ルフィ、気づいてるか。ああ、こっちに近づいてくる。え、近づいてるって何が、何かここにやってくるの。ドウェイサー、ドウェイサー、こりゃまたでっけえのが来たな。水晶玉は渡さない、おとなしく帰れって言ってるぞ。間違いなさそうだな。こいつがリブの瓶から水晶玉を盗ませた犯人だ。どういさ。おい、お前、リムの玉はどこにあるんだ。返せよ。一瞬ひるんだぞ。でもダメだ、どうしても渡せない。リムと海賊を一緒にメモリアには行かせないって。どういうことだ。あの水晶玉がメモリアへ行く鍵なのか。そう、確かにメモリアに行くにはあの許しの水晶玉が必要なの。でもドエイサーが相手なんて危険すぎる。みんなすぐ逃げて、水晶玉はもういいから。でも
れがないとメモリアに行けねえんなら俺たちも困るぞ。他の方法を考えるから。あの玉はお前の大事なもんなんだろ。だったら簡単に諦めるなよ。ちょっと待って、ナリムちゃん、すぐに終わらせる。どのくらい力が戻ってるか試したかったところだ。練習台にはちょうどいい。みんな、お前の宝物は俺たちが取り戻す。よし、みんな準備できてるな。ギアセカンド。準備 OK だ。そっちか。ウルトラクリア。ドンビーサー、ホイサー。ミラージュ。ホイサー。きっちり型をつけるとするか。まずは飯だ。どういさ。まだまだ。待ってろ。ディアブルジャンブ。フランバージュシャット。ドンミーサー、フイサー。なんで私なのよ。サンダーランステンポ。肉がいっぱいだ。ドンミーサー、ドンミーサー。いつでも問題ないぜ。いけるか。いや、サード。ゴムゴムのギガントピストル。全員ぶっ飛ばして海賊王に俺はなる。リム、お前の玉ってこれだろ。ありがとう。でもどうして。こんなことをしてもあなたたちの力は戻らないわ。私は海賊のあなたたちから力を奪った。そのせいでしなくてもいい苦労をすることになったのよ。なのにどうして私のためによくしてくれるの。私にはわからない。そんなの決まってんだろ。困ってる友達を助けるのは当たり前だ。友達。そろそろ戻って次の準備でもしましょうか。それもいいが、腹減ったな。こんな大物を相手にするとは思わなかったしよ。サンジ、飯。すぐに作ってやる。と言いたいところだが、食材を調達してからじゃねえとな。よし。よし、じゃねえよ。何食わせる気だ。
たちの友達。私が本当に友達だったらあんなひどいことしないわ。どうやらリムは怖がられているけど嫌われているわけじゃなさそうね。そうだな、ナミさんの言う通り嫌われていたのはむしろ俺たちだ。え、そうなのか。海賊と行動を共にするリムが心配で、彼らはリムから水晶玉を取り上げた。あの水晶こそが不思議空間やメモリアに行く鍵だったから。なるほどな。鍵を奪っちまえば俺たちとメモリアに行けないようになるから。俺たち海賊からリムを遠ざけたかったってわけだ。リムが怖いと私たちに思い込ませようとしていたのもきっとそのためね。根はいいやつらってことか。さてと、リムの水晶玉も無事に取り戻せたことだし、アディオのところに戻りましょう。よし、じゃあ行くか。嘘をつくまでもねえ。くそ、必殺ヒロトリボシ。みんなでかかれば大丈夫よ。支援フルールデルフィニウム。俺たちの邪魔はさせねえ。アームポイント黒点ロゼを導いて。ピピアフランキーファイアーボール。見たか、俺のスーパーバディ。よっしゃ。
いいもんがあるじゃねえか。任せろ。よし。洞窟を抜けりゃ、サニー号がある砂浜だ。